はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、19世紀に入りまして、もう一個ですね、進化系の農業所が出来上がるということですね。はい、大蔵長常ですね。はい、大蔵長常の広域国産港ですね。はい、広域国産港ですね。大蔵長常の、広域国産港というのを、まあ、やりますよということです。つまり、農業伝承の進化系だと思っておいてください。はい、まあ、もっと要するに、時代が変わってくると、要するにより良い肥料であったりとか、より良い肥料であったりとか、より良い区画整理であったりとか、より、産地の方にも広がっていったりとか、いろんなことがあるわけなんですけど、その時代時代に合わせて、まあ、教科書もアップデートされていくと、いうことになるんで、まあ、大蔵長常の、広域国産港ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。